はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は連敗藤枝 VS 長崎のマッチレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、サムネ、澤田選手は非常に効いていたんですけれどもね、良かった点悪かった点もちろんこれあるんですけれどもね、しかし昨年から改善されない部分と、いや最後のクオリティの部分、いやというかそもそも藤枝うまいというところにはなってくるんですけれどもね。さ、今回あんまり振り返るのも辛いですけれどもね、藤枝 VS 長崎の試合の振り返りやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、J2 に関してはですけれどもね、動画概要欄にあるサブチャンネルの方でもやっております。というか、サブチャンネルは完全に、J2 専門チャンネルになっているんで、よかったら動画概要欄から、J2 専門チャンネルの方もよろしくお願いいたします。ということでやっていきましょうかね。こちら、2対0藤枝勝利ということですね。で、左にスターティングメンバー出しております。前回からの変更点で言うと、藤枝センターバック山田選手が入ったぐらいですかね。他は変化なしということですね。で、長崎に関しては阿部選手が代表活動で離脱をしていますんで、左サイドハーフに宮城選手が入って、それ以外は変化がなかった、長崎にはなってきますけどもね。どうしたもんかねっていうのがね、頭を悩ませますよね。これ長崎に関しても藤枝に関してもポケット取る回数は多いんですよね。どっちも増えるというか、両チームも多いんですよね。本当スタイルの違いはあります。藤枝はしっかりボールを、つなぎながらグッと中に来るみたいなね、そういう丁寧さがあるんですけどもね。しかし長崎は丁寧さというかね、自分たちの力でも個の打開力でどんどん中に侵入していこうという、そこの個人で運ぶという違いはあるんですけれどもね、違いはあるんだけど、しっかり両チームともポケットを取る回数が増えていたんでね、このゴール前での迫力というのは僕は両チームともあったんじゃないかというところにはなってきますけれどもね。で、一つ差を分けたところですね。一つやっぱメンタルはあるんじゃないか。こう長崎ね、やっぱり悪い流れが昨年から続いていて、で開幕戦もゴールが決まっていないんですよね。で、藤枝は開幕戦いわき相手に3得点決めている。で、このね、この新シーズンが始まった時に1点取ってるかどうかって本当にでかくて、なかなか点が決まらないと次こそは確実に決めないとみたいな変なプレッシャーがかかってしまって、こう大胆にシュートを放つことができなかったりとかするんで、割とね、シーズン最初のゴールを開幕戦で決めるかどうかというのは、次の試合以降のこういう決定機の時に結構左右されるんですね。本当開幕戦で長崎が1点でも取っていれば、この試合2点3点入ったかもしれないぐらいの僕は感じと思うんですけれどもね、それはちょっと僕の感覚的な話なんで、もっと細かいことを言うとね、違うのかもしれませんけれどね、ただそれぐらいね、こう開幕戦ゴールを取るかどうかで割とメンタル的にはですけれどもね、慎重になりすぎるみたいなところもこの試合あったのかなってのは感じましたけれどもね。で、あとだから攻守におけるゴール前での落ち着きですよね。藤枝の選手は本当冷静にシュートを放ってましたしね。で、長崎に関してはね、シュート行くんだけどもね、しかしなかなかこうゴールキーパーが弾くというよりも、ディフェンダー藤枝の選手に跳ね返されるというシーンが多かったんで、意外とこうゴールキーパーまでボールが実は届いていないのかな。ちょっと僕のこれはね、感覚的な、あれなんで実際のとこ分かりませんが、こうね、ゴールキーパーキャッチするというよりも、なんかディフェンダーに跳ね返されてしまうみたいなシーンが長崎多かった。藤枝もそれはそうなんですけれどもね、っていうのはやっぱりありますけれどもね。あと守備のとこで言うとね、やっぱ藤枝しっかりブロック5枚のブロック引いて守るんで、これをこじ開けるのはさすがに長崎も、難しいっちゃ難しいんですけれどもね。ただね、やっぱり長崎は昨年からね、この横の揺さぶりにやっぱり弱いというのがありまして、真ん中下の方書いてますけれどもね、チーム全体としては高さは出ましたね。平均身長ぐっと高くなった今年の長崎の補強によるね、これはあるんですけれどもね、だから多分単純なハイクロスに関してはこれは跳ね返すことができると思うんです、今のメンバーであればですけれどもね。それ可能なんだけれども、しかし
こう横からの突破とか横からのクロスボールとか横からのグラウンダー気味のパスとかにはやっぱり弱いボールウォッチャーになりすぎているのかな、もっとこう人を見た方がいいのかなってのは僕はやっぱり昨年から感じるところで、本当ねボールに行ってるんですね、まあ、ボールに行くっていうのは当たり前なんですけどね、ボールに行っているんだけれども、しかしまあボールに行きすぎて周りの選手、他の藤枝の選手、対戦相手の選手の動きとかポジションの配置とかが把握できていないままこう突っ込んでしまうからフリーの選手ができてしまうみたいな、この横からの揺さぶり問題というのはもうこれ高さとかではねこれどうしようもないところなんで、どういう指示が監督から出ているかですよね、まあ、とにかくボールに入った選手にアタックしていけとか、まあ、そういう指示かどうか分かりませんけれどもね、ちょっと冷静さというのがね長崎はなくて、そこがちょっと攻守における藤枝とのまあゴール前での差かなってのを感じたところにはなってきますけれどもね。だから前提とか根本的な問題として本当ね、長崎は千葉戦とこの藤枝戦で相当シュート打たれているんですよね。多分ジェフ千葉戦ももうちょっと忘れたけどね、何十本もシュート打たれて、藤枝戦もこの試合も何十本も多分15本前後打たれたのかな、シュート確かね打たれていたと思うんですけれどもね、だからそもそもやっぱシュートを打たれる前にとか、クロスを上げさせる前の準備とかそこですよね。もう本当クロスさえ上げさせなければなんとか対応することができるんじゃないか、外で潰しきるっていうのは結構僕は重要なのかな、今長崎に、求められているものというのは守備のところは中で跳ね返すとか中で終わらせるというよりもやっぱりこう外からのクロスとか、まあ、低いボール含めてです、これ、グラウンダーの低いボール含めて全部この横からの揺さぶりに関してはそこから出るパスを全部封鎖する、そもそも上げさせない出させないというのが長崎は一つ課題にはなってくると思うんですけれどもね、まあ、だからどんなにね優秀なチームであってもやっぱりシュート打たれてしまうといつか決壊してしまうんですね。やっぱシュートそもそも打たせないとかそこが大事になってくるんで、本当自己的に失点、まあ、この試合に関しては自己的な失点はなかったんですけれどもね、しかしまあやっぱあんだけゴール前でシュート打たれてしまうとクロスボール、まあ、低いボール含めて上げさせてしまうというのはもっと大量失点につながっていてもおかしくない、本当シュートをやっぱ打たれすぎ問題というのはこの2試合とかやっぱ去年から見ていて感じるところなんですよね。でオフェンス面に関してもだからエジカルジュニアとファンマ並べて2試合で点が入ってないのはちょっと寂しいなっていうのはあります。しかしその代わりサイドハーフの選手ですよね、まあ、宮城選手とか、沢田選手、この辺はしっかりねさっきも言ったんですけれどもね、自分でボール運んでねこのカットインしてから、ゴール前で折り返しのクロスを上げるシーンとかもあったんで、そこやっぱいいところかなって、これやっぱ継続すべき点ですし、しかしまあ最後のクオリティのところですよね。まあ5枚のブロック引いているんでね、ポケット取ってそこからねシュート打ってやっぱ跳ね返される回数というのは増えるんで、まあ、確かにね単純なクロスって言ったらあれですけれどもね、ファーマ選手を狙ったこれクロスとかも結構多かったんで、まあ、足元よりもやっぱり単純にファーマ選手の高さを生かすようなボールがもっと多くても良かったのかなってのは、やっぱりありますが、しかしねファーマも前半の決定機あれが決まっていればね、長崎に関しても前半のあれファンマ選手のシュートっていうかね、あれ決定機決めていればその後2点3点って入った可能性がある。だからああいうシーンを見ているとやっぱり開幕戦1点取ってるかどうかね、あそこもねそこのやっぱ大事に行こうとしたんでしょうね、ファンマ選手もね。で反対サイドの多分あれ榎本選手がだから突っ込んできているんですよね、多分ねファンマ選手は視野的にはねこれ反対サイドから来てる榎本選手は視界に入ってたと思うんですよね。で視界に入ってるからこそ相手を食いつかせておいて一旦かわしてシュートを打とうと思ったはずなんだけど、かわしきれずというのがあったんで、まあやっぱ榎本選手にしても、まあ、やっぱ前回のプレビュー動画でも話しましたけれども、やっぱ、藤枝の両ウィングバックというのは攻守に躍動するねチーム、本当優秀な選手がね揃ってる藤枝のこう両ウィングバックなんで、やっぱりあそこしっかり戻ってくるんですよね。いや本当超攻撃的サッカー藤枝って感じがしてね、なんかな、本当長崎どうしたもんかね、本当ね補強はしっかりしたんでね、で多分監督のリクエストに応えた補強にはなっているはずなんで、本当1点、最初の1点と、最初の勝利というのがこのチームまた、勇気づけるじゃないけれどもねに繋がると思うんだけれども、まあ藤枝ジェフ千葉ね、ここに連敗と
いうのは寂しいですし、次がだからエスパルス戦、ホームの清水エスパルス戦にはなってくるんですよね。ここだから勝てるかどうか、もちろんね清水はね J1 から落ちてきて、しかし、ね、主力のメンバー多く残っているんで難しい試合にはなると思うんです。しかしまあ難しい試合になったらなったでね、そこをしっかり勝つことによって、まあ、チームとしては大きな自信だと思うんです。まあ、清水エスパルスに勝つことによってね、そこは大きな自信になると僕は思いますんで、ね、最後まで頑張ってほしい。まあ、これでねまだちょっと暫定順位にはなりますけれども、まあ最大上との差は勝ち差6ですね、6ポイント差に広がるっていうのはあるんで、ここはちょっと辛いなって感じがしますし、耐え時かなっていうのがありますんで、まずは次の試合清水戦に向けてゆっくり準備していってほしいところにはなってきますけどもね。はい、ということで、まあ、以上になりますね。しかし、まあ、他の選手も名倉選手含めて、ね、調子のいい選手って結構多いのかな、まあ、サイドアタッカーの選手には、調子がいい選手が多いイメージなんで、この、サイドハーフの選手の活躍、やっぱりそこは期待したところにはなってきますし、まあ、名倉選手も、ね、調子良さそうなんで、名倉も、ね、うまいこと使いながら、期待していこうと思いましたけどもね。はい、ということで以上になります。以上パラプンテジルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。